90年代初め、ある極秘機関によって特殊な能力を持った子供たちが誕生した。しかしその能力と引き換えに彼らは限られた命しか許されなかった。成長した彼らは悲しき宿命を背負いつつも未来への希望を諦めない者と、その宿命に絶望し未来の破壊を望む者の二組に分かれた。きっとある。俺たちにもできる生き方が。希望を信じることで生きられると思った。僕はね、感染するんだ。復讐することが生きた証になると思った。よくもそんな体に作り上げてくれたな。どのように生まれようとも命は命だ。能力なんていらない。もっと生きたいの私たち。もうどうすることもできない。俺はみんなを救う。守れるもんなら守ってみろ。これは望まぬ力を持たされた者たちの切なくも激しい戦いの物語。一番邪魔なのはあんただ。これから起こることは誰も想像できない。人間どもが、やめろ。ストレイヤーズクロニクル。